ングルの時間です。ヒマナイヌスタジオ公演時点からお届けしております。今日も公開収録、今日は3本ですね、撮っていきます。プレゼンターの川崎玲子です。よろしくお願いします。はい、バンダイ放送部代表の釣り部ひとひろです。よろしくお願いいたします。そしてスタッフの皆さん、ギャラリーの皆さんです。よろしくお願いします。はい、折しも新型コロナ肺炎感染拡大というね、なんかここにありますね。そうなんですね、はい、ソーシャルディスタンスっていうのをね、取っていくというので、まあ安全に番組を進行していくというので、ちょっとね遮蔽のあるアクリル板が置いてありますので、ちょっと映り込んだりね、影が出たりするかもしれませんけど、それも含めてお楽しみいただければと思います。今 YouTube の方でもライブ配信を行っております。それから Facebook でもライブ配信を行っておりますので、ぜひ、見てください。で、アーカイブは、1本ごとに、毎週日曜日YouTube にアップをしております。ぜひチャンネル登録していただいて、そちらも、ゆっくりご覧になりたい方はそちらでご覧いただければと思います。はい、それでは、本日のトゥルーアングル4月2日、公開収録、まず1本目ですね、行っていきますけれども、まず、最新のトピックスからというところで、そうですね、はい、古東病院事件が最新無罪ということで判決が出たというのが、はい、長かったんですけど、我々からすると一つ嬉しいニュースですよね。そうですね、冤罪事件というところでね、ずっと戦っておられて、ね、まあ、見事無罪がね勝ち取れたというところですね。まあ、あれもね、まあ、検察が立証 しないということを言ってましたから、まあ事実上、はい、要はね、普通有罪ですって言って無罪ですっていうのがあって争うけど、立証しませんって言ってるわけですから、もう弁護側はね、有罪って言ってませんから、はい、まあ、ほぼ決まってましたけど、そこに行くまでの道のりと、単なる無罪じゃなくてね、無実だというところです。無罪は罪がないですから、すね、はい、無実は事実がないという、そもそもその殺人とかっていうものがなかったということなんですよね。うん、ことですよね。お病気で亡くなられたっていう、ね、あれは病死ということですから、ね、だから、うん、要は犯人性っていうんですけど、うん、事件では新しい犯人がいる、はい、私は犯人じゃないっていうのが犯人性で、うん、はい、今回のは事件性ですから、うん、自然死か、まあ、自然死か、まあ、病死ですよね、はい、病死なのか、うん、殺したのかという違いで、やった人というか関与した人は同じですよね、はい、だそういう事件で、まあ、うん、無罪を勝ち取れたっていうのは大きいことかなと思いますね。そうですね、まあ、ネットなんか見るともう本当にね、それでもなんかいろんなことを書かれたりっていうことでね、もう本当に一度やっぱり有罪っていうのがついちゃうと、もうなんかありもしないことがね、掘り、あのね、おひれはひれがついて、そうですね、広がってしまうというのがね、この、情報社会のきついところなんですけれどもね、うん、またね、いろんな専門雑誌とかからコメントが出てくると思うので、うん、それ交えてね、一、ね、回、はい、しっかり扱いたいと思うんですが、うん、まあ、最新だから一回有罪確定して最新ですよね、うん、そこで争わないっていうんだったら、うん、今までの争いは何だったの、ね、っていうことは最後、うん、要は自信がなくなったというか、うん、勝てないっていうぐらい弁護側がちゃんと立証したっていうことを、はい、その前の判断を間違ったっていうことですよ ね、うん、そうですね、検察側はそもそも起訴を間違ったっていうことになりますし、うん、裁判長3回やってるわけですから、はい、まあ、9人ぐらいの裁判官が間違ったっていうことですよね、うんうん、そのことの謝罪とかね、そういうものも一切ないですよ ね、まあ、ただ聞くとね、ニュースでは、うん、裁判長が大変でしたよねっていう、うん、まあ、ねぎらいの言葉をかけたのが異例だったっていうことですから、もう完全立証ということですけど、うん、まあ、まだ判決文読んでませんけども、うん、じゃあ検察のミスにまで言及したか、はい、どうかっていう部分で、やっぱり検察に非があるっていうところまでは多分言ってないと思うんですよね、うん、言ってればもう報道出てますから。そうですよね、まあ、もう2ヶ月ぐらいじゃ多分ね、うん、雑誌に全部載ると思うので、はい、それを見てまたね、はい、ぜひ扱いたいと思います。そうですね、はい、じゃあ、最新のトピックスというところで、はい、その事件についてで、じゃあ本編に入っていきます、はい、今日の本編は、こちら、あ、表紙は出しませんでしたね、はい、じゃあ今日の本編こちらです、大崎事件
についてということで、九州の方のね、はい、大崎事件、これも冤罪事件であるというところで、もう幾度と再審請求をしていて、今回第4次再審請求ということで、ね、今回の3次はね勝つかなっていうか思ってましたね。思ったんですけど、証拠も揃ってますし、はい、ダメでしたよね。そうですね。でも、まあ、再度というところで、はい、検証やってますよというところで、今日はこのことを扱いたいと思います。大崎事件という、ね、事件そのものについて少し、扱いたいと思います。これ1979年10月に起きた鹿児島県の、大崎町というところでの、事件なんですけれども、被害者とされる方がお酒によって自転車ごと側溝に転落し、路上に倒れている姿で発見されたというところで、被害者宅に近くに住む男性2人が迎えに行って、軽トラックで連れ帰ってきて、横たわる被害者を最初に見つけた方に話を聞いたら、この今映ってるね、側溝のところに、倒れてたっていう話だったというところなんですけれども、その、事件について、この被害者宅の、牛小屋から遺体が発見されたっていうのでね、この綾子さんっていう方が、原口綾子さんという方が有罪で、まあ、その元夫、それから、兄弟の方っていうのも有罪、さらに息子さんですかね、二郎さんの息子さんも有罪確定というところで、まあ、共謀があったんだろうというような、事件だったんですけれども、まあ、その被告人とされているその原口綾子さん以外はもう皆さん亡くなられてるっていう、ね、ところで、原口さんも本当に、ご高齢でというところで、92でしたっけ、1か2ですよね、ですね、現在あ92歳ですね、というところで、まあ、ずっともう彼女の場合、それこそいろいろな冤罪事件ではこう自白をしてしまったね、ひどい取り調べの中で、脅迫のような取り調べの中で自白をしてしまったというのがあるんですけれども、うん、というケースも結構あるんですけど、原口さんの場合は一貫して無罪、ね、一貫してあれで、ね、釈、釈放保釈と言いますかね、うん、それも満期 で、 そうですよ、ね、私はやっちょらんもんやっちょらんっつって、うん、満期でね、そうですよね、出てきて、そこから戦いを始めてるという方ですよね、うん、そうですね。なのでもう本当に無実をね、ずっと本当に長年にわたって、訴えられている方なんですけれども、まあ、その方についてというところで、こちら、このことも扱っちゃいます、まあ、見えてないですね。ああそっか、はい、いや、いいですか、うん、足が、じゃあこれね、はいはい、この西日本新聞に、掲載されたものなんですけれども、確定判決と高裁の犯行ストーリーが違うというところなんですけれども、確定判決の方では、その綾子さんが泥酔いした、泥酔した、被害者を土間で目撃し、その後綾子さんらが夫らと共謀して被害者を殺害して、その後遺体を堆肥に埋めるというのが確定判決、うん、今回の、高裁決定、が、被害者または到着、被害者は到着時に死亡または瀕死状態で、翌朝までに何者かが被害者の遺体を堆肥に埋めるという形になっているというね。普通こう変わらないですよね、そうですね、ストーリーがね、はい、結局有罪に違ったら違う事件じゃないですか、うん、ね、でもひどい事件ですよね。そうですよね、うん、高裁ではストーリーが変わっていて、で事件としては同じで、有罪を維持してるんですよ、ね、結局有罪っていう、はい、そのね、全く違う事件のような、はい、形になってると思うんですが、そんな風になっているというところですね。そして、実はというところで、これ今見えてますね、解剖医本人が鑑定を訂正しているというのが実はあるというところですね、はい、確定診での鑑定では、こちら死因は窒息死を推定、そして、頸部内部の、組織管出血は頸部への外力、作用を推測させ他殺と想像するというところで、その早口綾子さんの元夫らが自白したタオルによる考察を裏付ける証拠であるというところで、その、鹿児島大の教授の鑑定を用いていると。そして、第3次請求、再審請求での鑑定で、これは弁護団側の、ね、鑑定では、実は、自転車転落事故による出血性ショックの可能性が高いと
というところで、正しければタオルによる絞殺がと認めた確定判決は誤りになるというのを第三次再審請求で出して、まあ、これでもほぼ通るだろうというところだったんですよね、はい。ところが、これで通らなかったというところなんですけれども、実はというので、その確定審鑑定が出た後、これが第一次再審請求の段階で、実はその確定の鑑定を行った先生が、旧鑑定でそのね、実際の確定判決の時には体皮に埋まっていた遺体の状況で他殺であろうと一部先入観を持たされていたから、今度新しく鑑定した時には先入観を避けたと。で、その新しい客観的な目で見たら、自転車で側溝に転落すれば頸椎損傷で死亡するということもあったかもねっていうことを語っていると。これが僕一番問題だと思うんですよね、はい。要は鑑定した本人が、はい、まあ、ある意味プライドがありますよね。鑑定が間違っていたって、はい、でも自分で鑑定を間違えましたと言ってるってことじゃないですか、うん、そうですよね。で、鑑定を重視するんであれば、うん、鑑定した人が間違ったっていうのは間違い、うんうん、であればこれ自己死ということになるし、ね、はい、弁護側も自己死っていうことになると、うん、2人とも自己死じゃないですか、うん。なのに判決だけは、うん、間違ったと言ったそっちが維持されちゃった、そっちが生きて、ね、だから川崎さんが一回ね言ったら、うんうんうん、私間違ってましたって言っても、はい、前のやつが維持されて、うん、で僕も間違ってましたよね、うん、二人とも間違ってましたって言うけど、うん、最初に言った、あ、僕は間違ってないですね、うん、川崎さん間違ってましたよって僕は言った、うん、はい、川崎さんも自分で私間違ってましたって言ったけど、うん、最初に言っちゃったやつが維持されて第一次再審請求の時に言って、だからそれが採用されてたら第一次の再審請求で終わりですよということですよね。40年ですよ、はい。しかもこれが1997年の時点ですからね、第一次再審請求が、ね、ただまあ少なくとも20何年前に無罪になると、うん、今90ですからね、うん、まあ、70ぐらいからの人生は、はい、まあ、自由にと言いますか、はい、違う人生、うん、生きれたって思うんですよね、はい、そうですよね。だからその鑑定っていうものに対して、まあ、鑑定自体のその不備とか誤りっていうのはありますけど、ここはそこではなくて、はい、自らが正直に間違ったと認めながら、はい、そのことを裁判所が認めない、はい、検察側が認めないという部分でね、うん、まあ、法的にはまあ鑑定は鑑定だけですから、うん、それを採用するしないというのは裁判所の、はい、判断になるんですけど、それにしてもね、はい、おかしいな。それで一人の人生が何十年も棒に振るっていうのはいかがなものかなと僕は思うんですよね。これ出張尋問、地裁支部であった出張尋問で、語られた内容というところなんですけれども、この出張尋問っていうのは誰がするんです？尋問だったらあれですよね、裁判所で、裁判所が法廷じゃなくてそこに行って聞いたってことですよね。だから裁判所、その有罪と判断するか、まあ、再審請求を通すか通さないかっていうようなことを判断する裁判官がそれを聞いて、これを採用しなかったっていうことなんですよね。からメディアもそのことを捕まえたらもっとね、どういうことだって言って、はい、おかしいんじゃないかっていうのを言えばいいと思うんですけど、うん、そうですよね。だからそこでやっぱり再審っていうのは条文がね一文しかないとか、うん、再審格差っていう言葉をこの弁護人のね、はい、鴨下先生って言ったんですけど、はい、要は通常審よりも普通のね裁判よりも再審っていうのは条文がないから格差があると、はい、そういうことですね。その裁判体の人によって全く世界が変わるっていうので、うんうん、ね、裁判を受けるのに格差っちゃ本来いけないですね、いけないけれども、うん、再審は格差がありますっていうことで、本当にね、まあ、僕ら調べると裁判長誰とか、うん、前にどの判決出したっつって、はい、まあ、正直一喜一憂まではいきませんけど、うん、あの判決出したくらいなとか、はい、あの人はちゃんと見てくれるよって見ながら判断するんですけど、そうですよね。裁判官だから今までその明らかに無罪だろうと思うのも、もう有罪出してた方が退官前には無罪でしたみたいな ね、そういうのありますよね。なんかその方の退官時期までこう調べたりして、ね、あ、もしかしたら今回はちゃんと出してくれるかもみたいな、そんなことまでね。なんかもうだからってことは、何が正しい
こう裁判を判断を下すかっていうのはその人の任期によるものなのか、その地位によるものなのかっていうことで作業されてしまうっていうおかしなお話なんですよね。一応ね、自由心証主義という裁判官は自由に心証を持っていいっていうのは、それが自由じゃなくて紫三寸でやられちゃうと思われてもおかしくないし、その判決文はねちゃんと理由が書いてあるとか、なぜ自分がそういう思考に至ったかっていうことがちゃんとこう説明されている。だから僕も今日あるところでちょっとね、なぜこうするかっていうのを説明せざるを得ないというか、する場面があった時に、いや自分の思考パターン、私はこう考えてこう考えてこう考えて前提としてそう思ってるんです、なのでこの決断をしました、なのでこの全体が覆った時点で私は自分の判断を変えますよっていうのをこうはっきりとお伝えしたから、逆に言うと皆さんは検証できますよね。それで変えなかったら、いやあなたの言った前提が変わってますよって言って、それでもあなた変えないんですね。でもなんかね、総合勘案してそうしましたって言われちゃったら、いや総合って何ですかっていうのが言えないじゃないですか。そうですよね、総合とはこれとこれとこれとこれ、まあ1番から5番あってこれこれですっていうふうに言えばできるんですけど、そういうのがちゃんとね判決文に書かれると、そうですよね、それは重要な鑑定が覆ってる。なんかもう一回記事見せますけど、これでいくとそれこそ事故死の可能性示唆ということで、事故死ということは冒頭触れましたその西山さんの事件もそうですけれども、要は事件性がないっていう話になるわけですよね。となるとその、まあ、いくら例えばその自白があったとか、その凶暴っていうのでね、周りの方はもしかしたらそのきつい取り調べの中でやっちゃったとか、誰々と一緒にみたいな話があったのかもしれないけど、そもそも事件がなかったっていう、まあ、それも鑑定の、医師が言っていると、しかも先入観が植え付けられた中での鑑定だったっていうところまで言っているっていうことは、このことが、を覆す理由はこうでしたっていうのは語ってほしかったところですよね。それこそで、あとまあお亡くなりになっちゃいましたけど、まあ、やりましたって言ったような人たちとちょっとね、まあ、事実はもう言っていいと思うんですけど、まあ、障害はね、知的障害が軽度にあって、そこに誘導されたというと、古藤事件の西山さんの事件も、ね、そういう障害があって、まあ、でも日常生活はできるんですけれども、なのでそういうのを利用したっていう部分では、そういう取り調べのやり方っていうのもありますけれども、まあ、それはまあ取り調べのやり取りなんで、それでも問題ですけれども、鑑定で出ちゃったという、で科学的にっていうんであれば崩れたわけですよね。そうですよね。なんか事件性がないというところを覆すほどの、っていうかその再審をこう却下するだけの理由は本当に一体何だったんだろうっていうね。いや本当ですね、まあ、結構ね今回はこう我々のねその冤罪とかっていう人間は相当怒ったというか、これでダメなんですかっていう、だから多分弁護人のね弁護団の先生たちは本当ショックを、すごいショック受けたと思うんですよ。それでもねすぐね、まあ再審まで行って、92でしょ、あと、まあ、これで3年4年吹っ飛ばされたら、そうですよね、何あるかわからないですから、もうその年になってますからね、やっぱり日本の裁判の異常は、異常さっていうのは一つ時間がかかりすぎるっていう、それで裁判に裁判でね短くするっていうふうになりましたけど、最新の場合ね平気で2年3年そうですよね、待たせますから、ね、そうすると本当にね途中でお亡くなりになってしまって、それで打ち切りっていう、で親族がいなくなれば、誰も継承できませんから、そうですよね、これで終わりっていう、本当ねそれを狙ってんじゃないかなというぐらい、そんなメンツよりね、メンツ守るならちゃんと日本は正しい刑事手法で裁いてますよっていうことで、間違ったら間違いましたって言った方がどれだけ信頼するかと思うんですが、そうですね、多分先輩の起訴したとかね、先輩の裁判官が判断したから先輩の顔に泥塗れないみたいなわけわからない理論で、それがまかり通ってるっていうのはすごい残念なことなので、ぜひね、まあ弁護団はもちろん頑張ってるんですけど、もっとメディアや国民がおかしいんじゃないのっていう目でね、ぜひこの事件をね応援してあげてほしいなってすごく思うし、僕自身も応援してますしね。もう例えばナバリ武道士事件なんかでもね、結局
奥西さん亡くなられてしまいましたしね、もう本当にそうやって再審請求が途絶えていったりね、うん、もう本当にその次の請求が難しくなるっていうことがないような形にぜひなっていったらいいなと思いますよね、はい、本当皆さんのこう注目がこう事件のこう本当にこうバックアップにね、最新のバックアップにつながることってやっぱりあると思いますので、ぜひ関心を持っていただけたらなというふうに思います。はい、それでは今日の1本目はこれで終わりにします。皆さんどうもありがとうございました。